失格劇を乗り越えた加藤は混合ダブルス優勝8日に行われたテニスの4大大会全仏オープンの混合ダブルス決勝では加藤ミー、ザイマックスティム・プッツドイツグミが優勝した4日の女子ダブルス3回戦で思わぬ失格処分を受けて敗退している加藤にとって悲願の4大大会初優勝 失格時に抗議した相手選手の地元メディアも優勝を伝えた一方でラファ、ナダル、ならそんな振る舞いしなかったと抗議に対するファンの厳しい声も上がっている4日の女子ダブルス3回戦第2セット途中だったアーディラ・スーチャ・ディーとのペアで出場していた加藤はプレーが途切れたタイミングで相手コートに返球これが直撃したボールガールは涙した 加藤は歩み寄って謝罪し一度は警告と判断されたが対戦相手が必要に抗議最終的に最低が変わり失格となった加藤は涙し海外の元選手やメディアから擁護する声が多数上がっていた一方で相手のサラソリベストルもスペインマリエブズコバチェコの2人には批判が殺到していた 加藤はその後に女子ダブルスでの賞金とポイントが剥奪されたことを明かし、プッツと優勝をつかんだ後の表彰式でも失格は残念でしたが、今後いい結果が出て、私のポイントが戻されることを願っていますとスピーチで訴えていた加藤の今後ダブルス優勝をソリベストルモの地元スペインメディアも報道エル・エスパニョール氏は失格の加藤みー。 コンゴーダブルスで優勝した後大会に賠償を求めるエルムンド氏は失格後の加藤ミーの反逆混合ダブルスで優勝しポイントの返還を求めるとそれぞれ見出しを打って記事を掲載加藤が優勝後にスピーチで語った内容を伝えていた 同国メディアマルカも失格の後の加藤の復讐ダブルスに勝って賞金とポイント返還を要求と見出しを打って電子版の記事を公開したがここにはスペインファンからさまざまなコメントが書き込まれたソリベスはシングルもダブルスもその次からアウトカルマだなソリベスは品のないテストプレイヤーだね同じ状況でもラファ・ナダルは そんなな風に振る舞わなかっただろうね、とソリ・ベストルモの行動を批判する声もあったその一方でボールガールが返球に反応できなかったことを指摘する声や打ったボールが強かったとかじゃない意図的であれそうじゃなくてもボールを当てたら失格と決まっているんだと納得いかない様子のコメントも書き込まれていた 加藤は9日、ボールを当ててしまったボールガールとの笑顔の2ショットを自身のツイッターに掲載。英語で、無事で、ボランティアとしてボールガールを続けていると聞けてとても嬉しかったです。送ったギフトを喜んでもらえたら嬉しい。また会うのを楽しみにしています。幸運を祈ってます。と文面に記していた。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。 主催とレフリーが映像確認せず選手の講義だけで裁定を変えること自体おかしなことだろう。このシーン映像で見たけれど失格を訴えた選手2人がしてやったり顔で薄ら笑いしてるように思えたけれど試合放棄したのはこの2人の選手なんだろうと思う批判されても仕方ないよ。 私はテニスをやらないので、あの行為の善悪はわからないが、あの行為が初めから失格なら、ここまで騒がれていなかったと思う。問題は、一度警告が出た後に対戦相手の抗議によって警告が失格に変わってしまったこと。どのようなスポーツでも、以前は誰が見ても誤審と思われる審判も覆えることはなかった。最近では、 ビデオ判定の導入により審判が覆る場面も増えてきた今回の件では対戦相手の抗議に応じる形で判定が変わったがそれなら加藤選手の抗議にも応じビデオを確認しそれから審判を下してもよかったのではないかナダルほどの実力者ならあんな姑息なことをする必要性は全くない フェデラーもそうだったが実力だけでなく人間性も素晴らしい以前ナダルがプレー中に放った球がネット側のボールガールに当たりすぐさま少女のもとに駆け寄り気遣っていた映像を見たことがあるがあれが真のプレイヤーの姿だと思う今期の全仏はスポーツマンシップを問われ炎上した選手が他にもいる どちらもビデオ判定を採用すれば簡単に済んだ話なのも象徴的だナブラチロワも抗議した選手を批判した際大会側にビデオ判定の採用を進言していたが私もそう思った「全仏の全時代的なクレーコートに残るボールマークの確認などは歴史ある四大大会の名物と言ってもいいのかもしれない」 ただ現代のルールではトイレ着替えなど選手に厳しい時間制限を設けている大会側も判定の効率化、正確さのためにもビデオ判定の採用は急務だと感じた今回の出来事は危険な行為に当たるかどうかの判断があまりにもお粗末だ 危険であったという根拠について、誰もが首を縦に触れる説明ができなければこの判断は間違っているということだ。ちなみに、打ち込んだボールが当たるなど危険行為、ということだが、当たればすべて危険行為と定義しているわけではない。事実、最初はボールが当たったにもかかわらず警告の判断が下っている。 これは当たれば即危険行為ということではなくその判断には裁量の余地があるということだ当然のことだろうそもそも最低側の誰もが現場を見てなかったのだからそれを判断するにあたってはビデオがあるならビデオを見るとじっかりと事実関係を確認する必要があったはずだ観客等は全て見ていた 後から出てきた背広を着たわけのわからない連中よりもはるかに正確な判断をしているこんな裁定しか下せないようではどうしようもない恋じゃなかろうがボールを当てたら失格なんて厳しすぎる今回のようにボールガールがよそ見してる場合もある審判も一度は警告で試合開始を採決したが相手選手が必要にボールガールが泣いてる 血が出ていると訴えて結果失格に覆ってしまったそして相手選手の彼女らは笑ってたよねスポーツマンシップの欠片もない選手に当分バッシングは続くだろうこの時ボールが当たったところを直接見ていたのは審判のみ見た審判が下したジャッジは警告その場面を見ていない選手がそれに抗議をし 出血だとか嘘ををついてことを抗てて自分たちの勝利にした行為が汚い行為として非難されているのに未だに言い訳をして反省していない問題点1さらにスーパーバイザーを呼び出し被害を大きくまくしたててその場面を見ていないスーパーバイザーがジャッジの判定を覆したことが間違い場面の映像確認ですべて済むことなのに。 適用外としてしてていいない問題点2ボールガールは試合の円滑進行を助けるだけの立場なのに自分がその場から立ち去ることなく観客の前で泣き続け試合の進行を長時間ストップさせ試合を終わらせてしまうという最悪の結果を招いた問題点3